道はあさってまでとなっている新型コロナの集中対策期間を来月15日まで延長する方向で調整していることが分かりました。関係者によりますと、道はあさってまでの集中対策期間を来月15日まで延長し、カウントダウンなど年末年始のイベントへの開催や参加、挨拶回りの自粛を求める考えです。札幌市の接待を伴う飲食店への休業と、すすきの地区の酒類を提供する飲食店への時短要請は今月25日までとする方針です。協力支援金を出す方向で調整しています。